のみかこちゃん、てんしゃまなしやり、むちゃん、たくさん、ゲームマスターズ、というわけで、はい、やってまいりました、はい、DMGP2023 セカンドということで、はい、我々こちらですね、愛知スカイエキスポの方に、行こさせていただいております。ということで、はい、今回はですね、恒例になってきましたが、はい、DMGP の方のね、取材をさせていただこうということで来たんですが、もちろん、はい、今回むーちゃん、そしてサクさんにも、はい、本戦にね、出場を目指してですね、GP に参加していただきます。はい、お願いします。じゃあ、意気込みの方、むーちゃんから。いや、もうすでにこの雰囲気でだいぶ緊張してるんですけど、うんうん、頑張ります。あー、なるほど、頑張ります。とりあえず完走目指して。そうね、完走目指して。前回はね、できましたからね。そうですね、うん、今回も頑張ります。頑張って。はい、じゃあ、サクさん。はい、今回はフィーチャーアタックが、うん、はいはい、櫓の上にあるって。そうそう、ちょっとね、ぜひ登りたい。登りたい。頑張りたいと思います。はい、お願いします。はい、ということで、僕はね、会場内をこう取材したりとか、まあ、2人の結果を追ってみたりとか、サイドイベントとか参加させていただこうかなと思ってますので、最後まで楽しんでいっていただければと思います。それでは早速やっていきましょう。いくぞー、よっ。まあ、もうだいぶ入場始まって経ってるんで、そうですね、もうね、あのもうすぐ、まあ、うん、始まるかなという雰囲気してきますね。ドキ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 ですね。2人はもうデッキシートとかは記入してきた。はい、はい、素晴らしいですね。ここからまあ受付とかをして、はい、まあ、参加まで行くと、はい、最初の席にね、着いたりとかな。朝一着いた時は結構ね、列も短かったんですけど、もう結構列が長蛇になってましたね。確かに、時間が現在、サクさん教えてください。7時37分です、はい、15分から開会室ということで、まあ、もうあと30分くらいでは始まろうというタイミング、うん、今もね、列の前にすごい列になってきてますので、はい、並んで2人は、はい、中に入っていきたいと思います。はい、受付を済ませて中に入りました。はい、こちら後ろにありますのが、先ほどね、ちょっとお話に上がっておりました、はい、フィーチャー席ですね。すごい、高 い、 い、 い、ね、まずフィーチャー席っていうのは、まあ、こう対戦をしていくにつれて、これがね、配信をやってるわけなんですけど、その配信に映るときに行く場所なんですけど、普段はね、結構なんかその隠された場所というか、ね、そう、幕みたいなのでね、囲まれたところにあるんですけど、はい、今回の会場ではなんとこんな感じで櫓というか、一段上がったような感じになってて、すごい。なのでちょっと実は特別な許可をいただきまして、この後上に一旦登ってみたいと思います。ありがとうございます。早速上がっていきたいと思います。はい、さあ、ということで、階段で上がっていきたいと思います。すごいすごいすごい、すごい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 。さあ、ということで、こちらが、フィーチャー席の上、櫓の上ですね。すごい、見渡せます。ちょっと、すごい下手。ステージだ。はいはいはい、こんな感じですね。すごい、すごい、すごい、これ。わあ、これすごいね。いいですね。めっちゃ。こんな感じです。すごい。はい、イエーイ。二人。目標達成してしまいました。そうです。いや、ダメです。ダメです。何達成してるんですか。戦いに来る時にね。フィーチャー席で。はい、ちなみにテーブルの方が、はい、こちらです。テーブルの方がこちらになってます。ここで、まあ、フィーチャー席にフィーチャーテーブルになるというわけですね。ありがとうございます。貴重な、僕なんか参加者じゃないから絶対に登ることないから、すごい貴重な、貴重ですね。ありがたい。さあ、ということで、はい、この後はですね、我々、むーちゃんのサクさんの席の方に移動していきたいと思います。そして開会式が終わったら、もう1回戦始まっていきます。いよいよですので、はい、2人とも頑張っていきましょう。頑張ります。もうそろそろね、はい、時間なので席の方に移動したいと思います。移動します。2人は何番？私が391です。391。私1469です。だいぶ遠いね。結構違う。では2人とも行ってらっしゃい。頑張ります。これから僕はまたなんかね、最近恒例にさせていただいてますけど、1回戦の挨拶をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ジャッジステーションの前に来て、とりあえずね、開式を待ちたいと思います。はい。ゲームマスターズ。皆さん、おはようございます。はい、ということで、デュエチームのチアリです。ということで、
GP 約4000人の参加者が集まってます。いよいよ当日ですね。皆さん楽しむ準備はできてますか？入賞したいか？それでは行きましょう。DMGP 2023セカンド1回戦いくぞ。デュエマスタート。終わりました。緊張しましたね。じゃあちょっとティーチャーの邪魔にならないということで、今1回戦がまあ半分くらい来たところなんですけど、いちごさんがいたので来ていただきました。どうも、いちごです。いちごさんのね、いちごさんには昨日アドバンテージさんのところでねちょっとお世話になってるんですけど、その動画は上がってるか、これから上がりますということで、そうですね、昨日撮影しましたから、はい、ちなみにどうですか今のところ。じゃあ1回戦終わったところですよね。はい、終わりました。教えてもらってもいいですか。勝ちました。わー、素晴らしいじゃないですか。いい滑り出しですね。よかったです。手札もすごい良くて。おどうですか今ちなみに会場は。いや、もういいですね。けど、うん、もめっちゃ緊張してます。あ、本当ですか。でも地元ですよね、名古屋。あ、そうですね、うん、一応あのホームではあるんですけど。確かに確かに。やっぱね、ちょっともうフィーチャーとかすごいですよね。そう、やぐらだからね、今回もうなんか祭り感があって、はい、めちゃくちゃ楽しいですね。ぜひチャー目指して頑張ってください。はい。なんでなんで緊張しすぎでしょ。でも緊張してるんですよ、ほんとに。ブイブイってブイ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 頑張ります、はい、ブイ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 。以上、いちごさんでした。現在1回戦が終了したところで2人にも戻ってきてもらいました。はい、ということで、じゃあまず結果を聞いていこうかなと思います、はい、じゃあどっちからいきます。いや、どっちからいきます。はい、さくさん、1回戦負けました。うわ負けました。じゃあ、続きましてむーちゃん。私は負けました。マジか。いや、こればっかりは仕方がない。ちなみに2人とも使ってるデッキは。私は水闇自然の蛇王が。水闇自然の蛇王がデッキ、はい、むーちゃんは今回水魔道具で。魔道具で。おお、なるほど。道具ですからね。でもなんかルールで結構わからないところが何個かあって、ジャッジの方がすごい丁寧に教えてくださって、それがすごい安心してプレイができました。よかったです。ちなみに対戦相手は。対戦相手の方は 5C。 コントロールデッキ、はい、この目のコントロールデッキ。むーちゃんは対戦相手の方があのジャオガですね。ジャオガ。ここからね、グッと上がっていけばいいだけですから、切り替えていきましょう、はい、ちなみに俺1回戦の挨拶前回あんま聞こえなかったみたいですけど、どう聞こえた今日。めっちゃもう大盛り上がり。よかった。ステージって感じ。もうそれだけよかった、本当に。もう聞こえなかっただけがなくてよかった。超聞こえました。よかったです、はい、ありがとうございます。さあ2回戦ね、はい、気持ち切り替えて頑張っていきましょう、はい、今、まあ、生放送始まったんですが、デッドマンさんに来ていただきました。ありがとうございます。昨日誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。放送あの撮影時の、ね、GP 時は撮影時の昨日誕生日。ありがとうございます。皆さんコメント欄でおめでとうございます。ありがとうございます。ということで、どうですか、はい、GP。 いや、すごいね。すごいよね。僕この会場来たの初めてなんですけど、はいはいはい、相当4000人の圧が。いや、本当にめちゃくちゃいい会場でね。めちゃくちゃいい会場、綺麗、綺麗で。
でもやっぱ暑いですね。そうですね。もう早くもちょっとチラチラ見たんですけども、早くも、はい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 、あっちこっちで熱い対戦が繰り広げられてましたよ。今ね、むーちゃん作さんも頑張ってますから。ああ、今回のフェイチャーテーブルすごいんで。すごいですよ。もうみんな言ってるけどマジですごいんで。本当に。もう来てほしいですね。僕さっき挨拶の時に登らせてもらったんですけど。ああ、なるほどなるほど。すごい高い。祭り。祭り。納涼って感じ。いやー、ま、巻きたいね、なんかね、豆とか。雨とか餅とかね。そうそうそう、巻きたい、ね、危ないからですけど。わかるわかる。あー、でも楽しみですね。そうですね。ぜひ頑張ってきてほしい。あ、そうですね、うん、これからまだまだアーカイブもありますんですね。君もおそらく上がると思いますので、はい、皆さんね、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。というわけでチアリもこの後頑張ってください。はい、頑張ります。よろしくお願いします。ムーちゃんとサクさんの DMGP インフォメーションということで、ここからは DMGP2023 セカンドのミニ情報を紹介します。今回紹介するのはサイドイベント情報。サイドイベントとは GP や調子レースの時などに会場内で行われている対戦イベントですね。本戦で脱落してしまってもゆえまで楽しめるイベントがてんこ盛り。今回の DMGP2023 セカンドでは4つの対戦イベントが行われています。まずは1つ目、64人ごとのスイスドローを6回戦行う CS、 64名フライト CS。 1日に何回も大会に参加できちゃうのは大型イベントならではかも。2つ目、2人揃えば即デュエマ、オリジナルフォーマットで最大2戦のバトル、ガンスリンガー。いっぱい参加してたくさんのデュエマを楽しんじゃおう。そして3つ目、4人揃ったらスタート。過去のパックを15パック開封して好きなカードで30枚デッキを組んで対戦、カオスシールド。実際に私とチアリさんで参加しました。後ほど遊んでる様子も少し見せちゃいます。そして4つ目、カジュアルに遊べるデュエマの多人数戦、デュエパーティー。デュエパーティーは楽しいからぜひみんなもやってみてほしいな。というわけで以上サイドイベント情報でした。この後も動画本編をお楽しみください。バイバイ。今まだ僕は聞いてないですけど、はい、もう回ってるんですけど、はいはいはい、これも聞いてないですけど、はい、結構おイメージね、見た感じワクワクして帰ってきた感じあったんだけど、はあはあ、聞いてもいいですか。はい、じゃあ私から言っていいですか。負けました。マジ？そっか、勝ったかなと思ったな。いやー、ごめんなさい。いやいやいや大丈夫です、結構謝る必要ない。別にじゃあちょっと勝っててくれ、むーちゃん。私2回戦は勝ちました。あー、よかった。あー、あー、よかった、よかった。いやでもサクさん負けちゃった。負けちゃいました。魔道具の方だったんですけど、うん、黒髪。ああ、そうだね、あのサンマのね、強いくて、あとモサンタネにガルラガンと、うん、その黒髪でその出したブロッカーを、はいはい、アタックもブロックもできない、ね、できないようにして、強い、かなわずっていう感じです。そうか、サンタメガルラガン、はい、まあ、きついですね。きついね。むーちゃんは、私はお相手が、闇自然のアビスの方やったんですけど、うん、でこう新世界が起動できないまま、あ、相手のアグンテで、うん、ね、グランドゼロの、うん、下のやつごとマナに行くみたいな。で、そうだね、あ、10マナでジェミスザークを2ターンパワーみたいな。パワーっつってね。いや、いいね。またはいえ、まださくさんも感想ありますから、目指してもらって、はい、で、むーちゃんも引き続き頑張ってもらって、はい、目指していきましょう。はい、そして、今回ですね、ゲストにウィザーズ・オブ・ザ・コーストの
デュエルマスターズのブランドディレクターのトニーさんに来ていただきました。ナイスミーチュー。ナイスミーチュー。初めまして。初めまして。 So you're the brand director of the デュエルマスターズ, right? That's correct. Thank you. So how is the Grand Prix? Oh, this is amazing and exciting. I flew all the way from America just to see this and it is incredible. すごい。とても素晴らしいですと。で、このためだけにアメリカから今回来てくださったということですので、これね、すごく素晴らしい大会見れてよかったとのことです。I see, I hear that you'll go a little bit to discussion or play the Dumas as a fans this after. I wanted to watch everyone play, but hopefully I can play a game or two while I'm here too. この後皆さんの対戦の様子を見たりとかするのも楽しみですし、ちょっとね、ファンの皆さんと電話で対戦したりとかしたいなとのことです。 So if you have the, something message to the DMS fans, please. Thank you all for your love and support. Please continue to love the game and enjoy it. Have fun. ありがとうございます。ということで皆さんにね、いつも楽しんでくださってありがとうございます。これからも楽しんでいただけたら嬉しいですということです。トニーさん、ありがとうございました。Thank you very much. ありがとうございました。トニーさんでした。セイナさんです。はい、どうもセイナです。はい、セイナさん、はい、ということでグランプリどうですか。今3勝0敗です。3勝0、勝ってます。すごい。負けてません。素晴らしいですね。ノリノリです。まあセイナさんといえばグランプリ優勝経験も。そうですね、まあ人数が全然違うんで今の。当時は2000人です。2000人、すごいな。確かにだから今の調子です。一緒ぐらいです。あの時は2000人。グランプリ2000、セカンド、セカンドですね。セカンドのグランプリ、あ、そうだ、セカンドといえば今回、今回で、まあ、デイキングマックスがね。あ、でも僕のデッキマーシャルクロール入ってますけど。え、今日入ってます。あら、じゃあもしかしたらもう一度、まあ、見せてあげますよ。いや、見せてあげます。まあ、今回ね、デイキングマックスが来週ですか、発売になりますけども、カートン買っちゃいました。いやそうですよね、優勝者としてはめちゃくちゃ楽しみです。そうですね。いや、サソリスだけ納得いってないです。お前ジルベスだろみたいなね、ところもあります。そうなんですよ。ありがとうございます。ということで、皆さん、サクさんね、今俺実はまだ聞いてないんですよ。ですよ、これ揃ったら聞こうと思ってるんですけど、サクさんすごいね、パッと見て分かりやすいんですけど、ちょっとさっき俺外したんで、ちょっとそうですね、あと6回とりあえず頑張ります。はい、よろしくお願いします。では見たい、マジでどんなデッキなのか。そうです、ね、楽しみにしてください。楽しみにしてます。はい、セナさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。3回戦怖いね、これ聞くの。結果教えてもらってもいいですか。はい、じゃあちょっとムーちゃんからいこうか。はい、ムーちゃん、3回戦は負けてしまいました。うわー、マジか。やばいね、崖っぷちですね。やばい。お対戦相手は、ヤビス戦、アビスで。アビスで、アビスラッシュがもうすごい、すごい。なるほどね。サキさん、私は負けました。悔しい、本当に悔しいです。悲嘆でした。悲嘆でしたね。もう間に合わなかったですね。なるほどね。いやー、ってことは、サクさんはここでドロップ敗退。残る感想はムーちゃんに託されております。あと6回、あと6回、負けられないね。負けられないですね、負けるな。はい、ということで、じゃあここからはサクさんにも、はい、一緒にね、インタビューとか回ってもらいたいと思います。はい、じゃあ残りを頑張りましょう。イエーイ。歩いてたらいました。はい、歩いてました。ということで、ゆえりさんは今回は実況宅の解説実況として来ていただいてると。どうですか、今のところ見てて。
いや、さっき関本さん出たりとか、はいはい、一ぺこ選手、はいはい、前回の GP 覇者出たりとかで、いや結構ね、もう盛り上がってますよ。結構激アツな試合、もうさっきからアポロが貫通するかどうかみたいなとかも来てるから、はいはいはい、いやもうね、俺もちょっと試合してきたい見てるとね、したくなりますよね。見てるとしたくなるんですよね。今回、まあ、GP 実況も2回目今2回目っすね。そうですね。前回ね、ちょっとそうね、体調崩れちゃってね。そう、いや俺が悪いよね、それは。いやいや、しょうがない、いやいや、まあ、しょうがない体調はね、もういろいろ壊しちゃう時もあるもんですから、うん、いや、でも今回2回目と慣れてきました。ああ、まあ、ぼちぼち、まあ、まあ、そもそもね、そんなに別にもうてか、まあ、YouTuber フェスとかでも、ね、確かにやらせていただいてるし、うん、そこ込みで話せるようにはなってきたかなと思います。まあ、現在4回戦ですけど、はい、今のところあれですか、優勝デッキの予想とかしてるんですか。うん、優勝デッキ、最初のなんかオープニングのとこで俺予想してて、ちなみに何って予想してるんですか。秘密マジックよ。秘密マジック、やっぱ革命人、かなり強いんで。抑えましたから。抑えた、抑えられた。これもあれですかね、あの終了後に放送されますから、あ、まあ、一体どうなってるのか。いや、まあ、当たってたらそのまま使ってもらって、まあ、外れてたらそのままカットしてもらって、どっちでも、どっちでも使いますから、どっちでも使いますから、皆さんね、ぜひご注目ください。いや、勝つと思いますよ、信じてます。ありがとうございます。ということで、フェアリーさん来ていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。むちゃんが帰ってきましたね。来ました。あ、なんでびっくり、急にね、帰ってきて。急に帰ってきて、どうだったんですかね。どうでしたかって聞きましょうか。はい、勝ちです。うわぁ、そこでね、訳があって。大丈夫ですか。気をつけて、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 はい、訳があって、お相手の方が来られなくて、現れず、現れず、いやいやいや、あ、まあまあ、でも、生き延びました。よかったね。ラッキーですよ、それは。じゃあ、まだ5回戦、あと5回勝てば4回戦は勝ちということでね、はい、じゃあここからまたフラフラします、はい、ゲストの皆さん見つけました。今練り歩き中に東進さん、はい、そしてしぼかチャンネルのお二人、はい、そして、はい、ディープ屋のね、配信者を決定戦などでもお世話になった卒焼きそばさんに来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、じゃあ抜き打ち現在の結果チェック。出た。現在4回戦ということですから、はい、最大 4-0。 そうですね。最初ゼロさんと、はい、じゃあちょっと自信のある方から、じゃあまさかゼロさんがいないですよ。じゃあ行きましょうか。ゼロさんがいないですよ。じゃあゼロさんがいない。あ、じゃあ島さんから行きましょうか。じゃあ、もうな、これな、2回戦とかに聞いてくれよ。2回勝ってその後2回負けて2位だよ。あー、でも2、まだまだ、まあ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 、まだこっから、まあね、まだ生きてます。ちょっと崖ですね。はいはい。じゃあ東進さん、3勝1敗ですね。3勝1敗、おお、さすがでございます。いいっすね。じゃあ、そして秋山さん。僕も2勝2敗です。あー、まあまあまあ、崖っぷち、崖っぷちなんですよ。崖っぷちなんです。やばい、やばい。じゃあ一応3勝1敗。おー、さすが、さすがですね。ちなみに我々はね、はい、むーちゃんが、お、はい、今 2-2 で崖です。あー、チームだ。チームの崖崖でましょう。そしてゼロさんの人がここにいるんですけど、すいません。いや、分かってて振ったんですよ。分かってて振ったんです。ひどいですよ、印象操作ですからね。いやいや、違う、頑張ったんだよね。頑張りました。頑張ったんですよ。頑張ったけどダメだ。やめてください、そのいじるの。そう、逆逆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 フラフラしてます。結果を聞いて、あー、でもまだまだとかっていう仕事をしてます。いい仕事だな、いい仕事だな。今回ね、今回あの昨日はね、アドバンテージさん実はお邪魔してたんですけど、あー、知名度調査ね。実はあの帰り際にね、アドバンテージさんにソース焼きそばさんもいたって。あ、そう、あのフリー対戦来てたところになんか現れて、ふらーって書いて、あれと挨拶だけ、挨拶だけちょっとね、させていただいてます。まあまあ皆さん、まだこれからあと5回戦ありますから、そうですね、頑張ってください。あと5回もあんの。5回もありますよ。全部勝ちゃいけますよ。全部勝ちゃなきゃいけない。そうだよね、頑張ろう。こっちが全部勝つ組でね、頑張ります。じゃあ、あと1回までは強される組、ね、まあでも勝ちたいですね、全部ね。できる限りのことをやっていくだけで、ね、謙虚に謙虚に、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ゲストいっぱい来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。よいしょ。では、はい、ゲストでございます。お、クロノさんです。ありがとうございます。はじめまして。ケンミクロ放送局のクロノさんに。ありがとうございます。YouTube はあれかな、最初のあのメッセージ以来。そうですね。それ以来出てないです。来ていただきました。ありがとうございます。
ケミクロ放送局さんといえばね、まあ、V の森さん、ドットさん、そしてケミさんにはね、うん、VTuber フェスでも来ていただいて、ですけど、まあね、あの確か出てない方みたいなグループラインがあるって聞きましたよ、VTuber に。出てない方、でも僕ね、それにすら入ってる、まあ、え出てない方にすら入ってる。なんで分からんす。分からんす。はぶられてるかもしれない。違う違う、うん、なんか今回出ましたからね。あ、ほんまや、今回出た、出た方になる。出た方になる。になる。ということで、じゃあちょっと今の成績聞いてもいいですか、うん、え、聞くんすか。聞きます。あ、3-1? 1-3 っすね、ボスです。おばした、おかがした。なるほどね。うん、しゃあない。まあまあ、しゃあないしゃあない。ここからじゃあ、サイドイベントと。そうっすね、その辺出れればいいかなと思ってます。なるほどね。ちなみに、何に出たいとかありますか。うん、でもなんか CS とかやっとるっすよね。あー、そうっすね、確かに。CS 出て、そう、そっちで。ケミさんがよう言うとるんですけど、デュエマで負けた悔しさはデュエマじゃないと話せないみたいな。まあ確かに、よう言うとるんで、まあそっちかな、出るんやったら。確かにね。ありがとうございます。ということで、クロノさん来ていただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。初めて開けるパックばっかりです、私は。よいしょ。よいしょ。あ、ライフ強いね。あー、これ多分大好きだもんね。リリ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 リ。エストラスアイラは最初のアイラかな、多分。ガインガとか出ても何枚でしたっけ。逆にその出し先がなさそうな感じがあるな。ダルモア、ミュートン、お、アベルスペイラ、ベリレアかな、おそらく。プチレイクポーチャーみたいな。去年だな、コンセントのレイ、ソウル、サーリー、プリンセス、ジュエリー。ああ、いいね、ライオネルのジュエリー。これこれね、サイロック決まりましたね。あ、お、え、あ、ザ・ストップ。シールドが、あ、それちょっと話題のやつ今。お、そうなんですか。そうそう、え、ちょっと話題のカードですね、それ。ちょっと話題なしです。あ、クワティちゃん、モードチェンジですね、これ。まあ、ちょっと今回のデッキでは使えないとは思いますけど、これアクアティーチャーかなり好きなカードなんで嬉しいですね。今見てたこれね、エピソード2ゴールデンドラゴン。ゴールデンドラゴンって拡張第3弾、1番はキラーマルなんだっけ。これゴールデンドラゴンって何が入ってんだ、全然わかんないな。ちなみにこれゴールデンドラゴンが2012年なんで全然生まれる前から彼が。マイクトラップ、メタフィクション。あー、スパイラルスライダー結構強いカードですね。スパイラルゲートのなんかちょっとした調整版として作られたカードですね。トテントン、これは。いや、これなんか出たいな。ムーちゃんに似てる。部長演者とかあったら結構いいですけどね。私も似てるなって思ってるカードです。ザイグレー、ここ、バークですね。ヨーサーク。あ、悪くないっすね。モンローワーク、あ、モンローワーク。ラスト。さあ、ここからドギバスを出したい。よいしょ。一時結構環境でも使われたカードですね。結構強くていいカードです。マジでバットなラビリンス。こちらエピソード2第4弾続きまして、ジョー君の、あ、でも喋ってる、結構ジョー君喋ってんだな。ラストエピソード2ですね、ビクトリーラッシュ。まあ名前の通りビクトリーラッシュ鬼丸ヘッドが入ってるパックですね。一旦ちょっとデッキ抜きたいと思います。デッキ完成しました。もう直感で入れたいと思ったカードと、なるべくちょっともうコスト低めのカードばっかりにしました。難しいですね。水と闇と自然のデッキです。デッキがね、できるのを待ってる間にちょっと試しで一戦してみたいと思います。負けちゃうかもしれない。お願いします。最初はグー、じゃんけんぽい。これは楽しいのだね。お願いします。それじゃ行くぞ。ではスタート。お願いします。あ、みんな同時に。それでじゃあ一応書きましょうか。あ、ありがとうございます。うわー、すごい、負けました、ありがとう。この後対戦相手を変えて、お、ですね、はい、アタックするだけ手札がいいじゃん。なるほど。じゃあ、さ、難しいね。一応、写真の。超難しいんだよ、こいつ。手札 PK
カオスシールドが、はい、終わりました。終わりました。ありがとうございます。ということでご参加いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。じゃあちょっとね、お二人にインタビューをしていきたいと思います。じゃあ、サクさんからお願いしますか。はい。はい。ちょっとやってみて、どうでしたか？初めてこういうシールド戦やって、すごいドキドキしながらやってて、知らないカードが結構あったので、その能力を確認しながらやれたので、すごく楽しくできました。ありがとうございます。あれですね、最初はお子さんがこのぐらいの頃に始めたんですよね。で、お父さんがどんどんハマってってことだったんですね。で、子供はもうやめました。そうです。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあちょっとインタビューさせてください。はい。今日ね、お父さんと一緒に来たんだよね。うん。お父さん今あっちにいるんだね。お父さんにちょっと手振ってもらっていい？お父さんに、お父さんにこんにちは。ありがとう。はい、お父さんと一緒に来たんだね。カオスシールドやってみてどうでした？パック持てて楽しかったし、あと知らないカードばっかりずっとったけど、一回も勝てて嬉しかった。よかった。ぜひね、このカードね、持って帰ってデッキ組んでください。はい、はい、ありがとうございます。以上、カオスシードでした。バイバーイ。勝ちました。今美香です。なちゃんです。ということで、今回ですね、デュエチューブの公式 EC サイト、デュエチューブショップの商品の再販がスタートいたしました。早速ラインナップ紹介していきたいと思います。はい。まずはこちら、デュエチューブ T シャツ。デュエチューブのロゴがドーンと入っております。はい、これ私も着てるんですけども、はい、シンプルで可愛い。はい。こちら3サイズ展開となっておりまして、僕が XL を着ていまして、こちらが L サイズ、そしてムーちゃんには M サイズを着てもらってます。はい。続いてはこちら、デュエチューブスポーツタオル。思ってたより大きいです。大きいです。バスタオルくらいにも使えそうです。はい。デュエチューブのロゴがドーンと印刷されておりまして、はい、後ろが黄色になっております。おしゃれジュエマカラーです。そしてこちら、デュエチューブプレマット。はい。はい。こちらですね、おきつね先生の描いた出演者5人のイラストも入っております。かわいい。そして結構大きめのサイズですね。そうですね、使いやすいサイズになっております。はい。そして最後はこちら、じゃん、デュエチューブスリーブ。こちら64枚になっております。ということは、オリジナルでもアドバンスでも使えますね。はい、その通り。さらにですね、今回歳末感謝キャンペーンといたしまして、4950円以上お買い上げの皆様に、こちらじゃん、デュエチューブステッカーを1枚プレゼントいたします。そしてですね、さらに1万円以上お買い上げの皆様に、こちらデュエチューブステッカー3枚をプレゼントいたします。さらに送料無料でお届けさせていただきます。はい、ということで、デュエチューブショップ再販開始いたしましたので、ぜひ概要欄をご覧ください。ほなまた。